J.M. 女子柔道物語っていう、まあ小林誠の漫画なんですけど、まあこの漫画、あの、まあもちろんこう主人公のエモっていうのが、あの、まあ主人公なんですけど、最後3人の団体戦で全国大会3位まで行く、い行って終わって、まあこれ、これの高校時代までを書いてる漫画なんですけど、まあ最高校の試合終わった後しばらくダラダラしてる姿でなんか終わってたんですけど、まあ一巻の最初で、まあ金メダルを取るっていう、 ことをやってこあ、ことを書いてあったので、多分、あの、まあ、その後、また本格的に柔道をなんか再開して、あ再開して、まあ、金メダル取ってるっていうことなんですけど、なんていうか、ものすごい才能があるっていうか、才能だけで金メダル取ってるというか、ちょっとその辺が、あの、男版の柔道物語はもうなんかすぐに、あの、もう本格的に練習を始めたので、結構ここ、あ、この主人公はなんか、あ、もう、 おしゃれに、おまあお、おしゃれに気使いすぎたりとか、ちょっとなんかずれてるところがあるんで、うーんー。まあ、なんというか、あの、まあ、正直、男版の柔道物語に比べるとちょっと面白さは劣るかなとは思うんですけど、でもこの漫画時々あの、一二の三四郎の三四郎が出てきたりとか、あの、 男版の3515が、あゴが出てきたりとか、なんか懐かしい映像が出てきたんで、そこは面白かったのと、これ、あの、最近の漫画ですけど、舞台は1990年代なんですね。まあその頃でったらパワハラとか、あの、まあ先輩は絶対だっていう感じのやつが出てて、あの、先輩が、あの、まあなんか、 どっかの、あの、まあ、学校の先生に、俺は先輩だぞって言って先輩風吹かせてるときに、さらに先輩が出て、なんかあ、悪いけどジュース買ってきてくれやってお金、<laughs> お金持ってジュース、あ、ジュース買いに行ったりとか、なんか結構あの、ああ、こういう時代だったなっていうところも、なかなかそこは笑いましたね。